どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、1週間のキャッシュレス、ホテル、航空会社え、まとめてね、解説やっていきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。それではまずですね、ポンタポイントですね、エントリーしなきゃいけなくて、結構ね、ハードル高いんですけども、 これで利用する方そんなにいないんじゃないかなと思ってまして、ポンタスタンプカード対象キャンペーンということで、最大10万ポインタポイントが当たるキャンペーンが来ております。こちら、スタンプをね、獲得していただくと、抽選でね、このポイントがもらえるキャンペーンなんですけども、1日に3ポンタ以上お買い上げで、スタンプ1個がもらえるっていう形になるんですよね。で、このスタンプを8個、10個、15個、20個貯めていただくと、 まず8個でボレなく 2, 2ポイント10個で800ポイント15個で3000ポイント20個で10万ポイントということでまあ各1名100名100名日本 で、一番下はね、漏れなくもらえるということで、まあ、こちらね、エントリーしてわざわざ1日3ポイント以上ね、獲得しないといけないので、まあ、こちらね、利用している方もね、エントリーしてないとこちらもらえないキャンペーンになりますんで、これ結構いいんじゃないかな、なんていうふうに個人的には思っております。キャンペーン期間が5月の17日から6月の30日、概要は基本中対象の提携者サービスのポンタポイントまたはポンタアプリ、デジタルポンタカードを提示の上、 お買い上げ日より1日に3ポイント以上貯めるとスタンプを1個獲得。で、そのスタンプに応じて最大抽選で10万ポイントが当たるキャンペーンとて言った形になります。で、スタンプの獲得条件がポンタスタンプカートページよりエントリーですね。エントリーフォームは概要欄に載せておきます。対象の提携サービスでお買い上げより1日3ポンタイポン、 3ポンタポイント以上貯めるとスタンプを1個獲得ですね。スタンプの獲得数に応じて最大10万ポイントがプレゼントということで。 えまずね、1日3ポイント貯めなきゃいけないっていうふうになりますんで、まあ、200円で1ポイントね、基本貯まると思うんですけども、え1日に3ポイントで600円以上使わないと、まあ、貯まらないっていうところですよね。で、今回のね、対象提携者のサービス、ローソン、ローソンストア、ケンタ、アポロステーション、イデミツですね、ゲオ、セカンドストーリー、ルートインホテル、青木ここら辺にね、記載のあるお店が対象となっております。ウィンチケットとかもいいんですね。はい。 ま、これあの、ケイリンのね、最近キャンペーンがすごいね、やって、今ちょっと前にね、終わってしまったんですけども、ここでもいいんですね。まあ、ひとまずここでね、よく利用される方はですね、1日に3ポイント以上ね、獲得していただくと、まあ、スタンプが1個もらえてね、こちらのポイントが当たるかもしれませんので、抽選人数は少ないんですけどね、エントリーしないとね、たまらないっていうふうになりますんで、ぜひね、よくポンタポイント貯められてますよっていう方利用ね、してみてください。 それでは次にですね、V ポイントと T ポイント一緒になりましたよね。ぜひね、こちら確認していただきたいんですけども、V ポイントアプリを開いていただくと、 今ね、あの、バーコードが出ると思うんですよね。で、一番右下の方にですね、有効期限っていうのがあると思うんですけども、そこね、クリックしていただくと、このポイント来てませんかね。洋服の青山店舗限定で1000ポイントということで、これ私ね、来ておりまして、これね、洋服の青山でね、1000ポイント無料で使えるポイントになっておりまして、私ね、あの、洋服の青山行ってきまして、靴下3枚。 120円ぐらいだったかな ?220 円ぐらいだったかなまあ、そんなもんでね、購入することができましたんで、まあ、こちらね、まあ、1000円以内だったら別に、あの、靴下2つとかってね、無料で買えますんで、これね、あの、非常におすすめなんで、ぜひね、チェックしてみてください。私はね、たまたま、 来ておりましたので、ぜひお得なんでね、利用してください。それでは次です。JCB ですね、プレミアム会員限定、ふるさと納税10%キャッシュバックということで、JCB プレミアム会員限定で10%ふるさと納税で利用することができるキャンペーンが来ております。期間が5月の16日から6月の15日エントリーしていただいて、マイ j j c b に1回ログインしていただいて、対象のふるさと納税サイトで JCB カードを利用で10%還元がもらえます。で、上限は10% セントで3000円っていう風になりますんで3万円利用していただくと3000円がね返ってきちゃうっていうキャンペーンですねで申請時期が2029 0月の支払い分よりご利用代金明細でキャッシュバックという形になりましてキャンペーン対象サイトは au ふるさとで、ね、さとフォルフルサチョイスふるさとプレミアムふるさと本舗フルナビということで結構大きいところはね 対象になっておりますので、こちらね、対象カードが決まっておりまして、プレミアムということで、クラス、プラチナ、ゴールド、プレミア、ゴールド、ネクサス。こちらがえ、今回のね、対象のクレジットカードっていう風になりますんで、まあ、こちらのカードね、保有されている方は、 ふるさと納税でお金が返ってくるっていうキャンペーンですからね。非常にいいですよね。ぜひチェックしてください。それでは次です。アベックスゴールドプリファードに新しいこちらはキャンペーンになるのかなダイニングエクスプレスオンリーフォーゴールドプリファードということで、新進気鋭シェフ2人による夢のコラボレーションがこちらね、楽しめちゃうということで、興味のある方はぜひこちら利用してみてください。この限定のね、キャンペーンでこちらのね、シェフの 方のねお料理が楽しめるということで1人ね16,500円かかるみたいなんですけれどもこちらねアメックスゴールドプリファードね保有されている方えメール確かに、ね、来てると思いますので こちらね、抽選で利用することができて、6月27、28、もしくは7月の4日、5日でね、東京都内ですね、はい、利用することができるみたいですので、まあ、有料のね、イベントにはなりますけども、こういったのがね、興味のある方はぜひチェックしてみてください。それでは次にですね、百貨店ギフトカード、今ね、3%オフキャンペーンやっておりますけども、私もね、軽く購入させていただきました。で、一応ね、購入した感じの流れなんですけども、キャンペーン自体がですね、3%オフ5月9日に開始 にになりましして私はもうその日に購入したんで、すよねでそれで購入して、アメックスのアプリに反映したのが5月の11日。で、5月の16日にね、自宅にこの百貨店ギフトカードね、到着したっていうふうになりますので、だいたい購入してから1週間以内ぐらいにですねで、自宅に届くっていたがちになりますので、ぜひ参考にしてください。ただ、こちらに書いてある通りですね、2週間ほどかかる可能性もございますということで、こちらね、あの、キャンペーンの時はね、 いつもこうなるんですけども、どうしてもね、こちら、あの、電話がね、つながらないよっていう方は、カード裏目のね、電話番号にえ、電話していただいて、折り返しね、もらうようにしていただければえ、利用できると思いますので、ぜひね、参考にしてください。それでは次に、楽天カードのビザブランドのキャンペーンですね。私ね、楽天カードビザブランドで。 いつもね、キャンペーン乗れなかったわけなんですけども、今回ね、キャンペーン乗れるキャンペーンが来ました。こちらねえ、2つキャンペーンがありまして、まず楽天ビザカード限定で1万円以上の利用で1億円キャッシュバック。こちらは抽選ですね。で、下の方がさらにスマホのタッチ決済で20%キャッシュバックということで、キャンペーンが来ております。こちらの詳細はね、こちらになっておりまして、楽天カードビザ限定抽選で総額1億円キャッシュバック。さらにスマホのタッチ決済ン0還元ということで、エントリーが5月の13日 から8月の31日エントリーーフォムは概要欄に載せておきますで、カード利用期間が5月の13から8月の31日。で、対象カードは楽天カードのビザブランですね。楽天ブラックプレミアム、楽天 ANA マイレージクラム、楽天ピンカード、楽天カードアカデミーを含むということで、家族カードは対象外です。で、エントリーが必須になっておりまして、条件がまず抽選で1億円キャッシュバックですね。こちらは、 えっとこちらの方ですね。1万名様に1万円キャッシュバック。こちらに関しては、期間中エントリーで、町で楽天カードビザを1万円以上利用していただきます。そうすると1万円が当たるかもしれないっていう感じですね。で、もう一つがスマホのタッチ決済20%還元ということで、期間中エントリーで楽天カードをビザが登録されたスマホとんでタッチ決済のご利用ですね。で、クイックペイは対象外となりますということで、ビザタッチ決済がキャンペーン対象というふうになりまして、楽天カードビザ1枚ごと に利用金額の集計を行いますで特典がですねこのスマホのタッチ決済20%の方は期間中キャッシュバックの状況は楽天ビザ1枚につき1,000円とさせていただきますということで20%の1,000円というふうになりますので5,000円利用すると1,000円キャッシュバックがもらえるキャンペーンっていう感じですかね。でキャッシュバックは2020年10月から12月の間で順次申請っていうふうになりますので。 楽天カードのね、ビザブランド保有されている方は、こちらね、めちゃめちゃいいんでね、ぜひね、えー、スマートフォンに登録して利用、ね、してみていただければなと思います。それでは次にですね、こちら、ひとときっていうね、三井住友カードのね、コラムみたいなのが、まあ、公式サイト上であるんですけども、ナンバーレスの一般カードがゴールドカードへのアップグレードの対象の利用条件っていうのが、 公開されているんですよね。年間100万円以上の利用で三井住友カードナンバーレスゴールドのアップグレードできるチャンスということで今ねこのゴールドカードって新規で発行するとね初年度年会費かかっちゃうんですよねですけどもこの一般カードからねアップグレードできれば永年無料でね公式サイトにね条件が出てるんですよね、まあ、これまで高級感のあるゴールドカラーデザインに加え三井住友カードゴールドナンバーレスでは パステル調のカラーデザインのオーロラが登場。この機会にゴールドカードアップグレードをご検討くださいということで。 条件なんですけども、年会費、永年無料でゴールドカードアップグレードできる条件は、こちらになるんですよね。対象のカードで年間100万円以上利用のあること、メールサービス、三井住友カードレター、受け取るに設定していること、18歳以上であることということで、この3つがね、条件になっているということで、まずね、対象カードで100万円の利用があることということで、これね、ナンバーレスの一般カードだけではなくてですね、 いろんなね、カード掲載されているんですけども、このカードで年間100万円使うと、えアップグレードの対象のね、メールが来るっていったわけになるんですよね。で、もう一つ条件が、三井住友カードレーターを受け取りに設定していることということで、こちらのね、サイトを概要欄に載せておきますので、もしね、一般カードでゴールドカードにあげたいっていう方は、えこちらね、設定していただいて100万円利用していただければですね。三井住友カードのナンバーレスのゴールドね、 無料招待来るかもしれませんのでぜひこちらね利用してみていただければなぁと思います達成状況もね、えー、見れるっていうふうになりますしこういったねメールが来るみたいですね非常に分かりやすくね記載されておりますのでこれはねいいですよねそれでは次に、えー、シンガポール航空ですね SQ ワンダーラスト旅割タンツ旅を計画しようということで5月20日まで最大16%オフキャンペーンがねやっているんですよね シンガポール航空はですね、もう何回も言っておりますけれども、ネイサーチャージかからないっていうふうになりますので、シンガポール、東南アジア、モリディブ、バングラディッシュ、オーストラリア、対象の都市20都市で最大16%オフキャンペーンということで、予約期間は5月の16日から5月の20日まで。 登場期間は5月の16日から2024年9月の30日ということで結構ね、長期間のキャンペーンがやっております。で、対象クラスはエコノミーとビジネス。で、予定は往復のみっていった感じになります。で、出発地は成田、羽田、中部、関西、福岡ということで、目的地はね、こちらが対象エリアになっておりまして、シンガポールエコノミークラス6万3000往復から利用することができるっていうふうになりますんで、結構安いですよね。東南アジアも5000、 54,950円ということでまああの LCC とかに比べちゃうとね高いと思いますけれども、まあ、シンガポール航空なんでね非常にね、えー、おすすめの、ね、航空会社っていうふうになりますんで気になる方是非ねチェックしてみてください。それでは次ですね JALJCB カード限定で今キャンペーンが来ております。 で、キャンペーンの内容なんですけれども、期間中、北海道で JAL JCB カード10万円以上利用された方から、抽選で豪華特典プレゼントということで、25名様に5000マイル、旅行券が5名様、あと北海道のボイルケガニ3名、イクラ5名、鮭5名、鮭,名鮭ジャーキー10名ということで、まあこういったね、キャンペーンやってるんですね。 ぜひね、JAL の JCB カードを保有されている方で北海道行く機会のある方はぜひね、こちらチェックしてみてください。で、どういった感じのね、お店が対象になるかっていう点なんですけども、これですね、北海道内の JCB 加盟店の取引が、まあ、対象になるっていうふうになりますんで、オンラインショップとか覗かれるみたいなんですけども、 まあそれ以外の、まあ現地でね、利用できるところであれば OK っていう感じなんですかね。抽選口数アップの対象点とかもね、ありますので、利用される方はぜひここら辺もね、チェックしてから利用してみてください。 それでは次です。ちょっとね、一本の動画にするか非常に迷ったんですけども、JAL カードの JAL ダイナースビジネスアカウントカード。こちらね、今キャンペーンをやっておりまして、JAL ダイナースのビジネスアカウント。このカードですね。今ね、あの JAL カードのビジネス系のカードで、セドンプラチナビジネスありましたよね。あちらがね、今までこの JAL マイルを貯めるね、クレジットカードで非常にお勧めされていて、まあ、税金とかでですね、それで何千万とか切ってる人ね、いたって。 と思うんですけども、まあ、先日ね、あの、こちらもね、あの、解約が入ってしまって、えー、100円で1枚でね、貯められる、JAL、えー、マイルを貯めれるね、ビジネスカードを探している方ね、非常に多いと思うんですけども、このね、JAL ダイナースっていうのはですね、 税金の支払いもね、満額ポイントが取れるということで、こちらね、公式デスクにね、確認取ったわけなんですけども、このカードはなんとね、今ね、新規入会で12000万万円ね取れるキャンペーンが来ているんですよね。で、期間がね、3月から始まってたみたいで、2020年3月29日から5月の31日、申込書到着日ということで、キャンペーン内容はですね、キャンペーン期間中にジャルダイナースビジネスアカウントカードへ新規入会、で、会員カード、オンラインサービス、マイジャルカード、 カードにて参加登録で、入会時期2ヶ月後の月末までに100万円以上利用で1万2000マイルということで、入会してね、2ヶ月末まで100万円使える方は1万2000マイルね、取れて、またね、今後、えビジネスカードですね、税金の支払いでね、100円で1マイルね、取れるっていうふうになりますんで、探してたよって方はぜひね、このキャンペーンチェックしてみていただければなぁと、 思います。それでは次にですね、こちら5月17日のね、JAL のプレスリリースで出ているわけなんですけども、JAL 株主様専用サイトで、本日リニューアルオープンということで、JAL のね、株主の専用サイトがですね、リニューアルされたということで、一番ね、私がね、あの、気になってたところはね、こちらなんですよね。JAL ライフステータスポイントが、このね、 え、ジャルの株式を持っているとですね、もらえるということで、保有数が多ければ多いほど、このライフステータスポイントがですね、もらえるっていうふうになりまして、7000株って言ったらもう結構途方もない金額になるわけなんですけども、まあこういった感じでですね、株を持っているだけでライフステータスポイントがね、貯まるということで、まあ今後ね、こちらが出ましたので、 ライフステータスポイントのね、獲得目安をね、今度まとめ動画で出したいな、なんていうふうに思っているわけなんですけどもえ、とうとうこちらもね、発表がありました。で、注意事項がね、こちらにありまして、3月末日及び同年の9月末日両方の時点で所有定されている株数に応じてポイントが積算されますということで、3月9月ね、両方とも同数の株を持ってないと、このポイントがもらえないっていうふうになりますんで、 この点ご注意くださいまあ例題にもね書いてありますけれども3月末日5009月末日500そしたら500株として算出ということで10ポイントがもらえるとですけれども3月100株9月末日で300の場合は 両方の時にですね、この同数の株を持ってないと、えー、このね、10ポイントはもらえないっていう風になりますんで、こちらね、ご注意ください。それでは次です。ANA で平日利用お得800コインプレゼントということで、こちらね、2020年7月1日からかなり先のキャンペーンなんですけども、こちら今ね、私、今の時期もね、このキャンペーン来ておりまして、4月、7月からもね、継続してまたキャンペーンが来ました。ぜひね、ANA のマイページチェックしてみてください。こちらね、まあ、結構渋いキャンペーンで、国内戦に 2回登場すると ANA スカイコインが800コインプレゼントということでマイルではなくて、えー、コインということで800マイルだったらねもっといいんですけどもまあ、こういったキャンペーンが来ております。ツイッターの友人の方で、ね、1000コインって方もいらっしゃいましたのでマイルの方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども一応ねこんな感じのキャンペーン来ておりますのでぜひねチェックしてみてください。それでは次にですねこちらですねホーム2スイートバイヒルトンってホテルありますよね。 こちらのホテルでですね、5月の7日にね、こちらプレスリリースに出ておりまして、まあちょっと英語になっているわけなんですけれども、え毎週火曜日ですね、こちらあのホームツースイートって全お客さんにね、あの朝食を振る舞うね、ホテルになっているわけなんですけれどもえ、5月の7日からですね、毎週火曜日ですね、タコスがね、え振る舞われるということでえ、無料でね、無料朝食の中で、 っていうのがですね、開始になったっていうことはプレスリリースで発表がありました。で、またですね、この、私ね、知らなかったんですけれども、このホームツースイート by ヒルトンっていうえホテルブランドはですね、毎週水曜日無料のね、あの、いびに、 イブニングレセプションっていうのが開催されているみたいなんですよね。こちらね、書いておりまして、私も知らなかったんですけども、まあ、今後ね、アメリカ国内とかでもね、利用することができそうですので、こちらもぜひね、覚えておいていただければなと思います。ホームツースイートはね、私、去年、息子とね、あの、カーズランドにね、レレーの方に行ったんですけども、その時にね、宿泊させていただいたんですけども、 その時はですね、ちょっとね、知らなかったんですけども、ちょうどね、ここら辺に、ね、記載がありまして、コンプリメンタリーイビリングリセプションっていうのはね、水曜日の夜ね、提供されているみたいですので、ぜひね、あの、アメリカ国内とかですね、このヒルトンのホテルっていうのは、ステータス持っていてもですね、朝食ね、無料に今ならなくて、ホテルクレジットになっておりますんで、アメリカ国内とかですね、こういったブランドに宿泊すると、まあ、朝食もね、無料で食べれて、 で、またね、水曜日であれば、このブランドであれば、イブニングレセプションね、お酒とか無料でいただけると思いますので、ぜひこちらはね、覚えておいてください。はい、ということで今回ですね、一週間のね、ニュースまとめてね、紹介させていただきました。公式サイトあるものはですね、全部ね、概要欄に載せておきますので、ぜひね、チェックしていただければなぁと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気になった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、TP 診断、マイル診断、マイルク診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することできますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ